最近やっと、ナンバーを取得した折りたたみ電動バイクをですね紹介したいと思います。これですね、折りたたんだ状態ですね。これがですね、で一応ですねリモコンの、まあ、このボタンを押すと電源が入ります。この雷のボタンですね。音がしました。そしてですね、まあ、ちょうどこの裏側になるんですけど、あ、反対向けないかね。今電源が入った状態です。でここのボタンですね、このボタンです。ここにですね、自転車の絵が書いてあるんですけど、そのボタン変形後の自転車のこのボタンを押すとこう自動的にですね、自動的に自転車の形になります。で、一応ですねこの足を2箇所出してナンバーが一応あるんで、ナンバーをですね、こうカチッと押してで後ろにやるとですね、これでもう公道を走れます。ナンバーつけたんでですね、まあちょっとぐるっと回ってみましょうかね。ぐるっと回ってまあこうナンバーこう折りたためるようになってます。これウインカーですね、こうブレーキランプがあるで、まあこれがブレーキです。両側についてます。ブレーキディスクブレーキがついてます。で、これ足ですね、足を折りたためる足と、これミラーです。ミラーに2つついてます。でここにですね数字が書いてあると思うんですけど、3はですね30キロ出るってことです。これを切り替えて1にしたら20キロまで出ますってことで、2にしたら25キロまで出て、3にしたら30キロですね。で、一応こうトリップとこう気温が、表示されます。で、ここにですね、バッテリーの量ですね、が表示されます。で、これを同時に押すとですね、この、光の光量がですね、調整できるらしいです。バッテリーを外すのはこれですね。で、一応こっちからも充電はできます。こう充電ですね、しようと思えばですね、こうここで充電。コンセントをつなげば、ここからもう直接充電できます。で、一応ミラーがですね、ミラーの方が、一応こっちウインカーになってますね。ミラー。こう、ウインカー。で、タイヤは12インチです。で、ディスクブレーキで、重量が 22.5 キロ。で、耐荷重が、120キロですね。で、まあ、一応、まあ、この状態の寸法はまた、こちらの方に、これどっかで出しときます。まあ、折りたたんだ状態もですね、後で寸法はちょっと出しますね。こう、ウィンカーがついてて、こう、ホーンもついてますね、ちゃんとですね。コンパクトになるので、ちょうどこの、愛車のですね、エブリーワゴンに乗ります。普通にですね。だからエブリーワゴンに乗っけてですね、途中でバイクに乗り換えてですね、ツーリングしたり、まあそういう楽しみ方もできます。3時間から4時間これ外せるんですけど、充電して、航続距離が、35キロから45キロですね。で、やっぱりですね、坂道はスピードが落ちますね。どうしても、まあ、ただですね、まあ、静かですごく、不思議な感覚です。静かすぎて、バイクなのにですね音がしないっていうのがですね、もう一回ちょっと畳んでみたいと思います。あ、いかん。これですねミラーを畳んどかないとダメなんですよね。注意しましょう。はい。こんな感じですね。畳んだ感じ。畳んだ時の寸法も、畳んだ時の寸法もちょっと変えときましょう。
まあ、USB、まあ、ここからですね、携帯の充電ができたりですね、一応 Bluetooth 対応なんで Bluetooth でつなぎ合えばですね音楽が聴けたりします。自分はガラケーなんでちょっと聴けないですけどね、はい、ちょっと乗ってみましょうかね、一回組み立てて変形させて、まあ、トランスフォームって感じですねトランスフォーマーみたいな感じ、トランスフォーマー。うちは原付なんでヘルメットかぶらないと。ちなみにですね、バッテリーは、まず電源を切ります。このですねこうロック解除のボタンを押したらこれで電源が切れます。まあ、それでですねこのカチャッと下にやってこうガバッと外す、こんな感じですね。ここにソケットがあるんでここに差し込んで家庭用の電源で充電でするか形になりますね。コツがいるっちゅうか、あ、これではまりましたね、うん、で一応ですね防水にはなってるんですけど土砂降りとかの大雨だとですねダメみたいですね。なんかやっぱこうバッテリーが雨が入っていくのか知らないんですけど土砂降りではちょっと乗れないです。不便ですけどねその点は、まあ、小雨ぐらいなら大丈夫みたいですね。まあ今電源を切った状態なんですけどその状態で、このボタンを押すとですねこれセキュリティになります。なので、まあ、この状態でまあ、本体を扱うとですねこうして動かすとあらセキュリティがもう一回ロック解除ボタンを押します。これをですね、はい、これでもう扱ってもですねセキュリティは、ならないですね。セキュリティ反応しないです。で、一応持っていかれそうになったときは、このベルマークのボタンを押せばですね、ドロボーンみたいな感じで、なります。こう。切るときはこれですね。結構面白いですね。こういうセキュリティがついてるのがですね。今から、ツーリングバスしてきます。